にゃとまです。さあ今回もやっていきましょう。まずはお待たせしました、先週のスコアタの結果の発表です。先週はこちら52位ということで、全然ダメやね。はい、全然ダメです。確かちょっと覚えてる人いるかわかんないけど、先週30位以内ダレンディーって言ってた記憶があるんで、30位以内チャレンジだったよね。で52位だから、あーひどいですね。はい、ちょっと最近調子悪いね。はい、ここ3回中2回ワイポゼロかな。だから今回もゼロになるからね。まあブルジョアのせいなんやけどね。はい、ということでちょっとね、気合を入れ直さなくちゃいけないんやけど、ちょっとね、ぴったりワイポゼロにするところ見たいと、見てみたいっていう声が前回多かったので、先に今週のスコアタやって、それ終わってから、ワイポゼロにするとこもね、動画でやっていきたいと思います。ってことでちょっとやることが多そうなんで、サクッといきましょう。今週は、ニョロロンですね。はい、もう言わなくてもわかるでしょう、ニョロロンですね。はい、まあブルジョアぐらい苦手なね、はい、ヤマタンということで、ちょっと今回も、いや今回もゼロだったらちょっとやばくない？どうしよう。はい、ってことでルーレットはこんな感じです。いやちょっと今回はさすがに入らないとやばいんだけど、もう30は無理だと思うね。うん、前回52だしね、ブルジョアで、まあ、ヤマタンとはいえ30は無理だと思うけど、まあ40、50がいいな。いきましょう、ドン。いやーなんかいつも上の方に行っちゃうからさ、これルーレットしたら、んー、いやー40か、はい40か、40、さあ行くぞ。どうしよっかな、ヤマタンいる動画早送りいる、どうしよっか、悩むな、どうしよっかな。あのなんかの動画で今回の Z ランクの国なんだ、国なんだ入れた方がいいって言ったんだけど、3時間ぐらいやったんやけどね、そのパーティーも。ただ27億ぐらいだったかな、限界が。だから多分なんかやっててこっちの方がいいかな。ボーナスいないけどこっちの方がスコアは出るような気がする。まあどっちでもいいっちゃいいけど、はい、僕はこっちの方がやりやすいかなといった感じで、ちょっと早送りをどのタイミングでするか考えながら進めていこうかなと。でもヤマタン久々やからあれかな、やり方、やり方わかんないっていう人もいるかな、いないか、いるか、ちょっとわかりませんが、まあまあもう昔からやってる人はねおなじみのやり方ですね。はーい、でも久々やね、めっちゃ久々やな。でもたまに動画で言われるよね、たまに結構ね、たまに結構っておかしいね、どっちやねん。ヤマタンでやってくださいっていうのもらうから、まあまあちょうどいいですね。はい、いやほんじゃヤマタンは本当期待しないで、あのブルジョアぐらい苦手だから、本当に本当に。正直これはもうあれですね、落ちて、落ちてくるか来ないかにかかってるから、ちょっと待って、ちょっと待ってまだそんな慣れてないんだって。オーゲー、だいたい600はいかなきゃダメかな、600いったらまあまあですね、600万、700万いったらいい感じですね。はーい、やばい、長いんだよこれ、まあ、ブルジョはほぼでもないけどね、ブルジョはほぼでもないけど多分10分ぐらいはあるんじゃないかな。だからちょっと462でしょ、これでニョイ、今落ちてきた、絶対落ちてきた、今は絶対落ちてきた、ほら600ぐらいはいけるでしょ、こんなんでも。これで落ちてこなかったらあと2一発で終わる。まあこんな感じですね。はい、ヤマタンのスコアタ見たいという方どうでしたでしょうか。もう1フィーバーぐらいやるか、さすがにやるか、もう2発いけんじゃね。あ、700万いったらちょっと、いや見えない、もう神様ー、で、あれですね、
はい、ここからはまああれですね、あれです、はい、あれですね。ちょっと待って、やばいやばい、適当すぎる、やばい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 、それはあかん。あ、これヤマタン多い、こいつヤマタンが多いと思うにダメなんですよ。 1P の雨はそんなに悪くなかったけど、ヤマタン多かったらもうピョコンっていっちゃった方がいいですね。はい、おめでとうございます。ピョコンといきましたね。あ、でも多い、でも多いな、これね。あのヤマタン膨らむのが怖くて、こうやってヤマタン多くしちゃうと、これね、ダメなんですよ。あの罠ですね、これ。まあ多分見てればわかると思うんですけど。あー、多いわ、これ多いわ、今日失敗したわ。まあいいわ、1フィーバー目はまあまあまあ良かったから。2フィーバー目これ失敗例ですね、ちょうどいいわ。で、3フィーバー目ちょっと早送りすれば、あー、できた、流れができたわ。これね、パッと見いいんだけどね、パッと見いいんだけど、これ多分上の方にでけえね、でけえヤマタンの国が多分 2,3 個あると思うんだよね。今はいい感じだけどね、今はものすごい、うわ全部スサノオやんみたいなノリなんやけど、多分まずこれで打ってくる、まずスサノオの国。おお、あ、意外といい。いや、でも多分上はダメなんだよね、これ。そう、結局上が大事ですね。はい、あ、ちょ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 、ほらね、ほらね、これ多分ね、ほら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 、当たったわ、予想。これヤマちゃんがこのデカプニが多いから、もうプニも降ってこないみたいな。ほら、もう助けてくれ。ああ、ああ、だから嫌なんだよ、出たよ、久々に言ったわ、ヤマちゃん、だから嫌なんだよ。これもないでしょ、さ、あのほらね、こうなると結局ダメなんですよ。ああ、ああ、これで終わりかな、降ってこなかったら。ああ、ほらちょっとしょぼいでしょ、これもう一発打てないんで、もうヤマタンね、しちゃいますね。はい、ほら600万いかずぐらいでしょ。はい、ってことで、ちょっと何喋ったか覚えてませんが、早送りしていきます。てくるやついっちゃう。でもこれ落ちてきてるかどうか分かりにくいんだよね。437でしょ、437、ここで発動するか。 OK、 レバー、おっ、おい、でもそれあんま意味ない。いや、意味あるか、まあ知ってたよ、知ってたから声出さなかった。あ、でもまあ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 、600はいった、600、もう1回はいけるよね、これ。もう1回はいけるね、最悪でも、もう1回はいけるね。待って、700いったやん。あ、2フィーバー目以外は、よいしょ、よこれ膨らめばもう1回いける、これ膨らめばもう1回いける。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、もう、まあ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 、700、まあまあ。で、最後、膨らんでよ、1個ぐらい。あー、30億ぐらいか。3、2、1! まあ、ハイスコアだからいいでしょう。ただ、40位か。40位だときついかな。てててて、てるてててんてんてん、にょっ！まあ、いや、無理だな。いや、無理だわ。いや、今でギリかよ。
ってことで、え、待って、今週も俺やばくない？もしかしたら今週もゼロだったら4回中3回ワイプゼロやで。くらえ！ってことでお待たせしました、ワイプゼロの仕方ですね。いきましょう。誰が知りたいのそれ。それ誰が知りたい、ワイプゼロのやり方。まあ、とりあえずガチャを引きまくる、まずはね。はい、超アップですね。もういっか、どうしよっかな。まあ、プニなんだ出るとこだけあれしようかな。あとは早送りでいいから。はい、まあ10連だけ見せようか。とりあえずガチャを引きまくるって感じですね。プニなんだいないね。でワイポゼロのポイントなんやけど、この一番右の数字ね、今6やん、856とか、あの一番右の数字が0じゃなきゃダメなんだよね。だからそれを何の話いや何の話、この右のとこね、今さ56356やん、ここの6が0にならないとダメなんで、まあ、0か5です。0か5だったら0にできるから、ワイプをね。まあいいわ、もうそんな説明よくわからんっていう人は無視してください。はい、ちょっと早送りしていきます。はい、あと30連です。ちょっと待って、あと30連なんだけど、え、なんだ出ないんだけど1個も。ああ、もうダメだ、あと20連で終わる。え、100 140連ぐらいしだよね多分。140連して超アップでなんだ出ないの。え、出ないわこれ、出る気しない、しないもんこれ。ほら、ちょっと待って、ラストやわ。レバーオン。いや、ちょ待って、やばいわ、やっぱり最初にレバーオンって言わないと出ないやつか、そういうことか。やばくない、結構やばいねこれ。なんだ、違う、ゾンビチョッパー、なんだな。いや、キレイリン多くない、やべえ、伝説作ったわ。はい、まあ別にいいんだけど、6万5000ポイント回してこの超アップゼロですね。はい、ゼロでしたわ。で2356か、ちょっと今回めんどくさいですねこれ。2629まで来たね。9ってことはここで Y ポイントが1だったらいいんだよね。もう、あ、待って、36? 2665。これね、一番右の数字が重要で、これ5だったらいけんじゃん、ワンチャン。5だったら、うわ、ないのかよ。え、ないの？全部0やん、一番右の数字。あったわ。あ、待って、これワンチャンあるな。来た！2650。来た、これでワイポゼロにできるわ。650いいね、650いいね。 OK、 1700ポイント、これはいけるやろ。1700ポイントでしょ。あ、ミッチー、ミッチーでジャストやん。ののに、え、なんでだよ、ざけろよ、買わせてよ。100残ったらいける、これ100残ったら、あ、人玉でいけるか。100残ったら人玉でいけるから、これでいこう。これで100残る。OK! で、何やってんの俺。なんで喜んでんの、意味がわかんない。喜んでたよね。まあいいわ。はい。これでいけるかな。はい、OK!まあこれがワイポゼロのやり方ですね。一番右の数字を、まあ5か0ですね。まあ別に意味わからんわ。そんな知りたい人おらんか。で、ことでこんな感じでワイポゼロになりました。まあまた、今週もスクワタやったからね。また10万ポイントぐらいは用意しておきたいなと思います。毎日10連してれば新しい妖怪は揃うのか、ダルーン。ということで2日目ですね。はい、前回10連してなんだ竜王、プニなんだ竜王だけ出たからね、これ超アップだからね、あんまりあれですね、良くないけど、まあしょうがないですね。はい、プニなんだだけ持っております。たださっきのガチャ何も出なかったから、新キャラ何も出なかったからね、
あの百何十連して、だからちょっと自信ありませんが、まあ今回行きたいと思います。行きましょう、レバーワン。いやー収穫なしかもね、さすがに。いやーオロチ出ればでかいけどね。なっだー、おまあまあ2個2個1個かと思ったわ。さあなんか欲しいな、なんか。いやきついか、てかさっき、まあそんなん、うん、まあ大体分かった、大体分かった。ほらいい傾向、いい傾向、ガチャドクロだからいいガチャが出るっていうね。まだある。いやこれ何もなく終わるかな、さすがに。にゃあダメか。ノー奇跡よかった。してだよー。